私のためにケーキでお祝いしてくれるなんてみんなの先生でいられて本当に良かったって思うわ。イオちゃん大げさだよ。でも喜んでもらえたなら手作りして良かったかも。ヒデサイにも買い出しとか手伝ってもらったし、みんなでお祝いする誕生日ってそれだけでエモいっしょ。ええ、本当にありがとう。頼りない先生かもしれないけど、これからもみんなのために頑張るわね。みんな、できたかしら？これも立派な課外活動として後で採点する予定よ。だから丁寧に仕上げてちょうだいね。ちゃうよ、そういうのは最初に言ってもらわないと。みさきっち、どう？大人のレディは常に抜かりないものなのよ。でも、その…ちょっとだけ見直しの時間が欲しいなって…大切な生徒に誕生日をお祝いしてもらえて嬉しいわ。こんなに素敵なケーキを用意してくれて、君の優しさが何よりの贈り物ね。君の先生になれて本当に良かったわ。だってとっても温かい気持ちを教えてくれたんだもん。こんなに胸が熱くなったのは初めてよ。ねえ、これからももっと教えてくれる？今日はありがとう。君に呼び出されるなんて、まるで先生と生徒の立場が逆転したみたいで、なんだか不思議だわ。それで、どんな用事なんですか、先生？あら、生徒にお祝いされるのって、とっても幸せな気持ちになれるのね。私、先生になって、本当に良かったわ。でも、君だからかな。余計にそう感じるのは。あ、今のは他のみんなには内緒よ。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてで、ドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。私の誕生日を覚えていてくれたなんて嬉しいわ。君にお祝いされるなんて考えてもみなかったからびっくりしちゃった。実はね、どんなことかなってドキドキしてたのけど、100点満点のとっても優しい言葉で安心しちゃった。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてで、ドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。あら、私の真似？君なりの誕生日プレゼントなのね。どんな高価なものより嬉しいわ。心に残る一番の贈り物って、こういうことを言うのかしら。
また一つ君から教えられちゃった。君みたいな生徒を持てて本当に私は幸せな先生ね。せっかくだし今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてでドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。